された暗号を解き明かすデザインコード。とある撮影会、モデルが着ているのは風船のドレス。作ったのは神宮恵美。風船で洋服を作るバルーンデザイナー。こだわりは、色だよ。これは風船だけで作ったオイランの衣装。帯の金色はブラックの上にゴールを重ねて色を作っています。普通の一本膨らませだけが絶対出ないのなので、そういう技術で色を作っています。炎をイメージしたこのドレス、繊細な色合いの秘密は、アクリル絵の具を透明の水で入れて作ります。細部までこだわって作られるバルーンドレス、そこに込められたデザインコード。風船をリアルクローズにスタイル。神宮の夢はバルーンドレスが日常的に着られる世界。そのため路上でのファッションショーをたびたび行っている。日本のお店でもいろいろな人が人が来て何ブロックもしているので、街中に行くと輝くようになる。ちゃんと耳が動いてくれてるんじゃないかなと思ってますね。多くの人にバルーンファッションを楽しんでほしいという人気。しかし当の本人が着ると、本当にローレなって言われて、私でも好きない。